道間違えたらもう一瞬で終わりだ。ちょっとミッションがございまして、ほ、みんな思い思いの時間を過ごしております。おとぎ話の国のお店、ケーキうますぎ。チブドレアンコワサン、おおおおおおシャンゼリーゼ、トゥルトゥ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 、旅する足。世界屈指のワインの生産地ボルドーを離れ首都パリへ向かいます。もう電車は来てるっぽい。ここに改札があるんだ。なんかちょっとヨーロッパに来た感ある。ああなんかわかんないけど、あるな。オーバーパーリー2階です。トイレもあります。2階にもトイレある。わ、なんかすごいね、食堂車、食堂車みたいなの置いてくか。大きいやつが 9.5 ユーロ。あ、緑が開くんだ、マリで。うん。あら、あ、2個全然入るわ。あ、余裕だね。2個、え、てか、何、中にコンセントもある。充電しとける。ほんとだ。じゃあ、入れようか。入れていくか。うん。ここがいいね。上でもいいか。上でいい。ちっちゃい方にも大きめのリュック2個入ります。潰したね、頑張って、うん、ちっちゃい手持ちのリュックも1個手前に入れれる。高さじゃないんだけど奥行きあるから、うん、奥行きがすごい。はい、これで閉めて、閉めて、ここで払うだけね。 5.5 ユーロ、いいじゃん。大きいやつより4ユーロも安い。これ初期払っていいんだよね。うん、あ、そう、あ、分からん。先払い？確かに。You manage? It's very complicated. Is it okay? Is it working? Not working. No. Okay. Expect to you. Yes, there. Where's there? Push, push. It's Japanese for computer, you know, for computer not working. That's right. Voilà, c'est bon. It's working. Oh, thank you so much. Merci beaucoup. Yes. See, my great pleasure is I went to Mount Fuji. Oh, climb on Mount Fuji. So now, it was in July 2000. Mm-hmm.
doesn't matter. It didn't rain on Mount Fuji, on Fujisan. Thank you. Hello, I show you how it works when you go up next time. So you don't. Hello, take a picture of the ticket because if you lose the ticket, they are going to charge you. Okay. So you take a ticket. You keep the ticket, but you. And then to get back, you do this way. Ah, okay, very easy. Okay, merci. Bye bye. 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 Have a nice day. 助かった。助かった。ほんま助かった。めっちゃ時間を要した。入ってきたところが閉まったら赤かった。前スーパーマーク。出た。はい。これですら難しいよね。うん。せーの。ボンジュー。例えばパリに来ております。はい。10年ぶりのパリです。おお、私は5年ぶりかな。10年前は数時間しか滞在できなかったね、パリ。2泊したけど1泊はモンサンミシェル行ったから、うん、数時間しかおれんかった。短っ。今日は何泊するんですか？今日も0泊です。5時間あのパリに滞在するんですけど、ちょっとミッションがございまして、ほ、まあ、1ミッションはコインロッカーに預ける。今日はもうミッション完了。それは、はい、次エッフェル塔とスリーショット、はい、シャンゼリゼ通りでオーシャンゼリゼを歌う、はい、あとはシティファルマっていうドラッグストアで、自分土産を買う、はい、エスカルゴを食べる、はい、クロワッサンを食べ比べる、はい、そして、エミリー・イン・パリスでエミリーが食べてたパン・オ・ショコラを食べる、はい、それです。こちらがあと時間大丈夫？何時だっけ？4時半。4時半のバス。じゃあちょうど5時間だね。今11時25分、うん、5時間でミッション全部クリアできるか頑張ります。まずはシャルティエ、それでエスカルゴを食べたいと思います。歩いていけるからね、はい、ここからエスカルゴ食べに行く途中でいきなり いきなり寄り道。いい匂いするな。結構続いてるね。うん、え、マジそういうの持ってんの？うわ、ハサミ屋さんだ。ほんとだ。早く来ちゃいますか？10ユーロで買えるよ。確かに。さすがフランス。すごいね。うん。こういうなんかお店にも。羊とかヤギとか牛とかいろんなチーズが。わ、え？バイソンじゃん。面白いね。何でも売ってんの。野菜も売ってる。うん。すごいな。肉も売ってんだな。ここに生のものが売ってるっていうのが多い。うん。すごっ。肉の前に魚。あ、あおたくうん。トン耳もあるよ。本当だ。耳がスルメみたい。食べるのかな、うん、オープン前かな。うわ、すごい。あ、でも人中にいるな。ここがエスカルゴの店。なんか大衆っぽくない？大衆っぽくないよね、なんか。ちょっと高級そう。ボンジュール。Yes, how many you are? For two, three. Bonjour. Bonjour. On a déjà une amie à l'intérieur.すごい、うん、何が何か分からんけどな。ウフトマヨネーズ。マヨネーズ。じゃあもう一個違うやつ。うん、分からん。いいの、うん、これにしようかな。じゃあここ、どれ？ここら辺だよね。ああ、多分。エスカルゴは今日やってなかった。ホリデーだけってだ。うん。残念。残念。早くもミッション失敗。エスカルゴを食べることできず。まだもうちょっとフランスいるから食べるかな、その間に。
もうほんの2分ぐらいできた。すごい早かった。めちゃくちゃ早い。ありがたいわ。これがなんか、効いてる、本当に卵にマヨネーズだ。これこのお肉味付けは多分、卓上の塩コショウでだと思う。シンプル。いや味がついてない、お肉の味。おいしい、塩コショウ好きだ。おいしい、うん、めっちゃおいしい。すごいね、メルヘンだね。メルヘンだよ。うん。おとぎ話の国のお店。何これ。すごいな。ちいちかわいいな。すごいかわいい。なんかパンテラスって感じね。うん。欲しいな。うん、これは。買おうかな。なんだあれ、なんか地図にでっかいの出てたよな。おーおー、これがハイヘイ。読み方合ってるかわからんけど。あ、とんがり帽子だらけ、かわいい。お花もかわいいね。うんうん、いいね。円盤投げてこけしみたいなのを倒してる。これは初めて見る、ね、おお、すごい、うまっ。うまいね。うん、エッフェルタワーでございます。エッフェル塔か、エッフェル塔でございます。マリの好きな角刈りだよ。角刈りだ。一番でかいんじゃない、今まで見た角刈りで。でももうちょっとさ、かそってる。秋だから。かそってる角刈り。髪がかそってる。この子たちのさ、角刈りあんま見ることなくない？あ、ない。こういう大きい。こんな大掛かりだもんな。すごいよね。どうやって角刈ったんだろう。やっぱクレーン車に乗ってやんなきゃいけない。すごいな、だ2本の木を合わせて角刈ってるから。あ、ちょうどここで角刈りの中にエッフェル見えるじゃん。やば、角刈りエッフェル、角刈りエッフェルだ。やばくないこれ、角刈りエッフェル。さあさあ、おお、おお、すごい、すごいね。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいね。角刈りエッフェルなんて言っとる場合じゃなかった。そうだよ、早くこっち来なあかんかった。綺麗だね。ミッション2つ目クリアー。並んでると行きたくなる、うん、とりあえず並びます。パン屋です。パン屋さん。ケーキもいっぱいあるんだね。本当だね。うん、美味しそう。シュークリームとか美味しそう。ケーキうますぎ。イチジクじゃん。第一クロワッサン。はい。じゃあ一口。うん。見た目は普通ですね。店の前なんですけど。うん。美味しい。うん。クロワッサンだ。うん、クロワッサンだよ。うん、クロワッサンって感じ。おいしい。味は強くない、パリパリで。うん、バターの香りそんなにしないね。うんうん、そうだね。あっさり、うん、あっさりクロワッサン美味しいですね。これがまずは第一ベース、うん、ベースだね。ベースとなる評価のベースとなる。そう、止めてないよ。セーヌ川？多分セーヌ川。
うわ、なんかあっちの橋の方がすごいよ。かっこいいね。うん、ここもフォトスポットっぽい。いいね。電動自転車いっぱいあるけど、やっぱりキックボードは見かけないね。あ、本当だね。ね、禁止になったってやっぱ。うん。ルイ・ヴィトン並んでいらっしゃる。ルイ・ヴィトン並んでんのか。すごいでっかい箱だね。パリに来たらヴィトンに行きたいな。本場のね。こちらが、あ、見えた見えた。シャンゼリゼ通りで、こちらが凱旋門でございます。これもシャンゼリゼ通りなの？はい。あ、ちっちゃ？多分こちらです。この通りがシャンゼリゼ通りです。すごい。今剥がれ推しだね。うん、中も剥がれ。え、アルフォンスと身長比べられる？結構ちっちゃいな、150センチしかないんだ。え、てか、うがい専門って上登れるんだね。本当だ。ねえ、人いるね。シャンゼリゼ通りって書いてあるの？本当だ、アベニューでシャンゼリゼ。あ、シャンゼリゼってそういうスペルなんだ。シャンプとエリーゼで分かれるんだ。せーの、ソーシャンゼリゼ、せーの、オーシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼ、トゥルトゥ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 、オソレイユスマプリアミニュイアミニュイリアドゥスカブプレオシャンゼリゼ。はい、はい、3つ目のミッションクリアー、イエーイ。次はクロワッサンを買いに参ります。イエーイ。あ、4時半か。掘りに行く。まずでかくない？でかい。あ、足元にご注意くださいって地下鉄で言ってた。あ、すごい。バスティーロー木のあれかな。5番、うん、ここはバスティーユ駅で、上には広場があって。そうなの？うん、そこがもともとバスティーユ牢獄だったんですね。すごくない？すごいね、バスティーユ広場っていう。へー、もう建てこ、壊れちゃう。もうない、うん、襲撃されてるかな。あ、そうなんだ。なんか迷路みたいになってるね。道が散ったり散ったり。5番はまだ通る。ちょっとそこら辺にも書いといてほしい。ねえ、心配ない。うん、 Wi-Fi って書いてある。 Wi-Fi あるんだ。パブロ・ピカソ行き。パブロ・ピカソ、ピカソ、あ、こっちだ。パブロ・ピカソ行き。はい、わからん。行ったかもしれん。でも人がいるってことは行ってないわ。いや、 OK。ちょうど来た。もうすぐだよね、2、3。うん。パブロ3駅。3駅3分。寒いのにひまわり咲いてる。やばいね。うん、これじゃん。これこれこれじゃない？だって人いるもん。だって人いるもん。だって人いるもん。これじゃん。これです。これだよね。うん、マイケル街角の店だね。うわ、いちじくのケーキがどこにでもあるのに可愛い。めっちゃ美味しそう。
ケーキ。なんか全部美味しそう。美味しそうだね。2個目のクロワッサン。さっきよりちょっと小ぶりかな。うん。なんかしっとりしてる。バターの香りしてる。うん。確かにバターの香りだ。しっとり系だ。全然違うさっきと。ね。暫定1位これでいい？うん、暫定1位。めっちゃ美味しいの。これだ。なんかすごいおしゃれ。本日3つ目のクロワッサンでございます。いただきます。なんかの子が、うん、美味しい。うん、なんか噛めば噛むほど美味しくなってくる。でもさっきの方が薄いかも。バターの香りが濃かった。これちょっとしょっぱさも感じる。しょっぱい。チーズ入ってると言われても確かにってなる。うん、美味しい。食感は1個目と2個目の間だね。うん、確かに。これは何？うわ、難しい。1位はさっきのだよ。まあでも2位だな、2位。めっちゃジブリめっちゃジブリなカフェだった。ジブリ？うん、中世の街並み。なんか全然雰囲気違うな、ここ。デュモン教会、サンテティエヌデュモン教会って。へえ、これパンテオン？すごいな。パンテオン。柱すごいよ。え、これ。すごいね。めちゃくちゃでかいやん。やば。あ、人気だ、ここ。
pistachio and cheesecake. クロワッサンも買うで。チブドレアンクロワッサン、アンパンショコラ、セーブプレ。4つ目、クロワッサン。はい。小ぶり。小ぶりだね。最初のと似とる。あ、そうなんだ。味はなさげ。で、サクサクパリッパリ。へー、どうや、最初の音。ちょっと油が多い感じの、油染み込んでじゅわってしてる感じの。なんかまた弱いね。うん。うん、おいしい。うん。クロワッサンって噛めば噛むほど美味しいね。うん。こちらは、パンショコラも買いました。エミリーが。あ、ここエミリーパリスのとか、うん、そう。へー、見てみよう。うん、そう、バリ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 、うん、美味しい、うんうんうん、チョコがめっちゃ入ってる。あとやなパンショコラの方が美味しいかもしれない。うん、結構油多めじゃんね、このパン。うん、美味しい、これ。めっちゃ美味しい。さあ、じゃあ暫定は、暫定じゃないな、もう決めてください。じゃあこれは同率4位。うーん、最初のとだって同じだから。うん、あ、でもちょっと油が多すぎてこっちの方が低いかも。あ、ほんと5位かも。5位、どこで3位、4つか。じゃあ4位。4位、4位で、最初のが3位、うん、2つ目のが1位。うん、2つ目のが1位。時間ギリギリでございます。荷物を預けたモンパルナス駅からバスターミナルまでは約40分。今いるパン屋さんからモンパルナス駅までは電車で25分。今さら時間ないことに気づいてめちゃくちゃ焦る。電車が、駅がない。少し歩くと探した駅もあったんだけど、歩いたら30分で、電車だと乗り換えもあるので歩いていくことに、というか走っていくことに。頑張れ頑張れ、間に合うかな。リュクサンブール公園、すごいね、もうめっちゃいいんだよ、うん、こっちも綺麗。これだね、駅着いた。 OKOKOK。 駅に到着、バスバッグを回収しますが、想像以上にやばい。すげー、メトロ6。だから、うん、メトロ、道間違えたらもう一瞬で終わりだ。あれメトロかな、あ、メトロだ。6じゃない、あった、6あった。名所行き、名所、これだ、名所。爆走。ここだ、うん、来るよね、行き方、あと名称行き、二人で確認しよう、名称来るよね、うん、
ギリギリ間に合いそう。やだ、まだ喜べないけど。まだ喜べない。バス着の出発の5分前ぐらいに着く予定。アムステルダム行きだ。15番。あと7分、7分前に着。あ、ギリ間に合ったっぽい。間に合うね。あ、15？ 15、15。あー、よかった。結構向こうの方だよ。足パンパンだよ。無事にバスに乗り込むことができました。はい。本日のミッション、6つ中4つクリアでございます。あと残り2つはエスカルゴと、あと、なんだっけ、あと、シティバルマンドラッグストアでなんかお土産を買うことだったんですけど、それ以外はクリアすることができました。パリからですね、リールというベルギーの国境近くの町に到着いたしました。30分遅れです。めっちゃ寒い。めちゃくちゃ寒いね。めちゃくちゃ寒いんだけど。全然違う。あの、どこだっけ、トゥールーズにいた時と全然気温が違うね。確かに夜全然一番南から、ここ一番北だよね、フランス、うんうん、全然寒いわ。もう寒いんですけど、気温が違いすぎる。いい。ここから宿までが30分ぐらい歩いてかかるので頑張って向かいます。それでは、美味しそう。大きすぎないから可愛いかな、ね。柔らかいよ。